こんにちは。2020年5月29日です。3泊4日の行程で走っております。オロロン街道を北上し、今、遠別富士見というところまでやってまいりました。新しくできた道の駅です。以前はここはトイレだけしかなかったような感じの道の駅なんですけども、今度は新しく綺麗な建物が建ちました。平屋造りで、ちょうど浜頓別の道の駅と同じような感じです。中はまだこうガランとしてますね。非常にスペースが多いです。しかしながらレストランでは2人の方がすでに食事をされておりました。これからだんだん売る品物の数が増えてくるんじゃないかなというふうに思います。コロナ対策はしっかり、されているようです。床もビカビカ、周りもビカビカ、当然ですね、新しいですからね。これからいろんなものをたくさん品揃えしてお客さん来てくださいということになるんじゃないかなというふうに思います。北海道も6月1日、それから6月18日になりますと、都道府県を越えた移動ということが OK になりますので、皆さんここに来られるんじゃないかなというふうに思います。ここにちょっと寄らせていただきまして、車の中で、コーヒーを飲んで一休みして、また出発ということです。富士見の次は、手塩、そして、豊富というふうに走っていきます。豊富道の駅、豊富温泉ですか、そこに入浴させていただく予定なんですけども、実は豊富まで行きましたら閉鎖されておりました。ホームページ上ではですね、オープンしているようなことを書いてあったんですよ。大丈夫だなと思って確認もせず、行ってみましたら、コロナ対策で、5月の31日までは、クローズしてますよということでした。それで仕方なく U ターンいたしまして、稚内まで走ります。稚内までは豊富バイパスですね、これを利用いたしまして稚内まで走ります。稚内の温泉はですね、ホームページ上はクローズになってるところだったんですよ。なんだっけな、道後温泉ですね。道後温泉、大きな温泉なんですけども、ホームページ上はクローズ、ダメかなと思いまして、電話かけてみたらですね、昨日からオープンになってますので、どうぞいらしてくださいということなんで、稚内の方に向かって、道後温泉の方に入浴させていただこうというふうに、思っております。これは手塩の道の駅ですね。手塩の道の駅は中にも寄らず、ただ車でこう駐車場をぐるっと回って、これから電信柱も信号もない、道ですか、を走ります。その道なんだっけな、ホロノベですね。ホロノベの方の道を走っていきます。バッカイですか。バッカイ岬の方に走っていきます。そのバッカイまでの手前からですね、右の方に入りまして、ホロノベというふうに、なるんです。温泉に浸かりまして、ホロノベに入ってからまたバッカイの方に戻って、この海岸線を走っていこうかなという計画なんですけども、温泉がクローズということで、急遽、内陸の方の道を走って、稚内まで向かうというふうになります。交通量はそこそこ増えてきました。以前から比べますと皆さん自粛に慣れてきたと思います。自粛をしながら走っているということです。キャンピングカーはいませんね。見るキャンピングカーは札幌ナンバー、いわゆる北海道ナンバーの車ばっかりです。さすがにやっぱりキャンピングカーでうろうろするっていうのは気が引けるのかもしれません。これは途中のパーキングです。ここに寄りまして、カーナビをここから再度セットしてですね、ここからホロノベをセット、豊富ですか、をセットし直してスタートということなんです。右の方には風車が見えてます。今日は風が強いんで、3機ほど止まってましたね。あまり全開で動くと、電気余りすぎる、多すぎるのかもしれません。電気は生物と言われてるんで、足りなくても困るし、過剰でも困るし、蓄えは蓄電池で蓄えたところで知れてるもんですから、揚水発電とか、その辺で蓄えるしか方法はないのかもしれません。風車の方は、止まっておりました。
3台ですね、ちゃんとそれも計画的ですね、両端止めて真ん中止めてるんですよ。なかなか計画的にちゃんとやってるなと、まあこうアトランダムに止まってると故障してるかなと思うんですけども、こうちゃんと止めてやってると、まあ、電力調整だなというのは分かります。ビュンビュン回ってますね。このブレードもちゃんとあのピッチコントロールされてまして、止まってるやつはこうピッチを抜いてますね。でこのピッチの入れ方によって、早く回ったり遅く回ったり、風の、まあ、強さに強弱に従って、同じだけの回転数で同じだけの周波数の電気を生み出すようにコントロール、されてるみたいです。今日はですね、風が強いんですよ。まあ、本当にもう車がですね、揺さぶられますね。こうちょうど見て分かるように横風なんですよ。このキャラバンちゃんで横風が一番応えますね。後ろから来る風とか正面から来る風は別に問題ないんですけど、横がもろに煽られるんですよね。しっかりこう前見て、キョロキョロしないでハンドルをコントロールしないと、あの白線からはみ出てしまうような、感じです。まあ、レーダーブレーキサポートで前の車がいるときにはブレーキかけてくれるんですけど、白線の認識がないもんですから、ちょっとそこら辺までが無理な状況です。3泊4日、久しぶりに東北、久しぶりでもないかな、結構いいですね。天気のいい時のドライブっていうのは最高ですね。孤独のドライブを続けております。車の中にこもって外には出ず、人との話は全くしません。で、車の中で車中飯を食べて、それから弁当を食べてということをやってます。で夜は暗くなった、暗くなる前からかな、暗くなる前からしてるんかですね、今日が長くなってきまして7時まで明るいんですよ。これが6月の30日28日ですかね、そこが一番長くてですね、6時半過ぎ6時40分ぐらいまで明るいんですよ。だからまあそういう状態になります。いわゆる北方圏です。その代わりあの当時はですね、もう4時になったらもう暗いですかね、なります。全く時間感覚が狂ってきます。この頃は朝起きるのも日の出とともに起きるんで、だいたい4時半には目覚めますね。まあ寝るのも早いんですけど、車で来てると、なんで早く目が覚めて早く行動するというパターンで、結局前倒し前倒しで早く早く早くで終わってしまって、朝ごはんも早いし昼ごはんも早いしということで、朝ごはんも5時ごろ食べて、昼ごはんが9時ごろ食べて、晩ごはんが3時ごろ食べるというふうになっちゃうんですよ。で寝るのが何時っていうか、8時とか9時になったら寝るようなパターンになってしまうんで、もう前倒し前倒しになります。これが冬になりますと、これ後ろ倒し後ろ倒しって言って、まあ都会の皆さんと同じような時間帯になるかもしれませんが、まあ北方圏の田舎に住んでますと、日の出とともに起きて日の出とともに寝るというパターンになってしまいます。これはですね、ビューポイントを下っていきます。いつもです逆から来るんですけども、このビューポイント下っていきまして、右の方に曲がりまして、宗谷岬ということです。でこれから向かうのが道後温泉というところです。かなり大きな温泉です。まあ、電話で確認いたしましたらどうぞいらしてください。しかしながらあのマスクは必要ですよということです。なんで一応マスクは車の中ではしてないんですけども、ポケットの中にマスクを入れていかない場合入場させてくれないなということです。中に入りましたら、あの高齢者の方は弱いんですので、感染しやすいので、皆さんお話をしないで、気をつけて、移動してくださいというふうに張り紙を、してありました。今日はこうやって孤独のドライブずっと走らさせていただいてるんですけども、オートバイもちょっと大荷物を積んだオートバイがいますね。まあ、どこから来てるんでしょうか、どこに泊まるんでしょうか。多分無料のキャンプ場は管理人さんいないところは泊まれると思うんですよ。有料で管理人さんが管理しているところはダメということみたいなんで、多分無料のキャンプ場を狙って、走ってきてるんじゃないかなと思います。気候が良くなりました。北海道あったかいですね。今は昼間は26度ぐらいになってますね。結構なもんです。これがですね、遠くに見えますその利尻島の利尻富士です。もやってますね。ちょっと望遠で撮ってみたんですけども、ちょっともやってます。ちょっと水平線がちょっと斜めになってしまいましたけど、これはビューポイントからの映像です。なかなか海もですね、波がないんですよ。ベタ波の状態です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。